結構古めな感じがするヨーロッパのレザージャケットです。何のかなか分かんないんですけど、多分この質感とちょっとこう固めの質感とこの細かい皮膚の模様で、多分ゴートスキン、山羊の皮なんじゃないかなと思います。で、あんまりこれ調べても全然よく分からなかったんですけど、すごくサイズと革質と気に入って購入をしたんですが、イタリア軍とかのなんかポリスレザージャケットに似たようなのがダブルのやつが何度か古着屋さんで見たことがあるんですけど、シングルは、1個だけネットで、どこだったかな、山形かどっかの古着屋さんがネットに出してるのを1回だけ見たことがあるんですけど、それ以外見たことがないです。ジップはスイスの高級ジップとよく呼ばれるリリがついてますね。なんか某ブランドの8の字と呼ばれるあのジップをちょっと彷彿させるようなシルエットですが、でレザージャケットなんですけどラグランになっていて、でこの袖がすごく綺麗にカーブしていて前下がりの袖になっています。すっごいこれ着やすいんですよね、重くて硬い割には。で内リブにちょっと分かりにくいんですけど、内リブにこれなってるんですよね、内リブになっていて、アジャスターはできないんですけどボタンがついてます。でなんかボタンも金属みたいのをつけてるんで、少しなんか変わった手が込んだ作りになってるんですよね。あんまりこういうの見たことないです、この金属が直接革ジャンから出ててボタンについてる、ちょっと変わったディティールなのかなと思います。バックはこんな感じですね、サイドアジャスターがついてます。内側を広げるとこんな感じですね、胸のところのにポケットがついてます。やっぱ革ジャンこれがあると本当に役立ちますね。今はだとスマホとかも入れられるの で裏地はなんかウールっぽい裏地が貼られてますね。袖のところはちょっと化繊が入っている感じのような、なんかこう光沢のあるコットンな感じがしますね。多分この辺破れちゃったのかな、ちょっと直しが入ってる感じがありますね。ジップの内側はリビットだけ書かれてます。でこの革ジャンで一番謎だったのが、なぜかポッケの中がデニムなんですよね。しかもヨーロッパでまあまあ古めのデニムっていうのがまた謎。着てみました。ポケットがこう横ではなくこう上から入れるタイプなので、ちょっと不思議な感じがしますが、もう私はもうこれが本当にサイズがぴったりで気に入ってます。まあ、たまたまなのか袖もそんなに長くない、まあ、ポリスジャケットだと本当にポリスジャケットなのであれば、あんまなんかこうバイクとか、乗っててもおかしくない気はするんですけれども、まあ、体型が、着てた人と合っているのか、袖がの長さが、普通に街で着る分にはちょうどいいので気に入ってますね。まあ、若干なんかこう皮がこうなんていうんですかね、あんま柔らかくないので少しこう胸が張っちゃう感じ、少しなんかお腹が出てるように見えるシルエットだけ少し気になるんですけど、他はもうすごい気に入ってます。このツヤ感とか革の感じ、あとはその前下がりの袖によって結構これ重いんですけど全然着てる感じ、疲れないですね。でこのラグラン袖だからか、本当に肩周りもあんまり窮屈な感じがしなくてすごく使いやすいので気に入ってます。あとは私襟がある方が好きなんですけど、この襟が結構大きめなのもまあまあ気に入ってるポイントですね。なんかシャツとかボタンダウンとかに合わせるとすごい、なんかちょっとフォーマルな感じになるのが気に入ってます。で少し丈も短くて、短すぎず長すぎずちょうどいいですね。結構短いのが好きなんですけど、短すぎてなんかシャツが出ちゃったりとかっていうのがたまにあるので、これくらいが使いやすいですね。
リリがやっぱりいい、ジッパーなのか、全然壊れる感じとかもしないし、今でもすごい、滑らかなジップが効きます。で、胸ポケットも貼って使いやすい革ジャンですね。まあ本当になんかパッと見シンプルで、なんか普通の革ジャンに見えるんですけど、ディティールが他の人と被らない、ちょっと珍しい革ジャンなのがすごく気に入ってるポイントです。これは静岡の古着等を扱っているあの三洋装店さんで、購入をしました。結構値段したんですけど、本当になんかあそこは、革はそんなに多い古着屋さんじゃないんですけど、まあめちゃくちゃいいのが入ってて、これもう本当に一回見てすごい欲しくなっちゃって、わざわざ一回戻って、しかももう閉店時間過ぎてたんですけど、どうしてももう一回行きたいんでっていうふうにお願いをして来させていただいて、購入をした革ジャンです。今のところ一番気に入ってる革ジャンのうちの一つですね。ご視聴ありがとうございました。